はい、OK です。はい、10月2日水曜シングル大会始めます。はい、今日は20名なので石崎です。キャラ変更なし、石崎です。さあ、1ピガ加藤龍、2ピガ玉コンタントリー。玉コンがギリギリで滑り込んできました。玉コン選手はの試合を1回ぐらいかな、はい、やって多分1か2ぐらいです。対して加藤さんは、やる気勢と紹介してからだいぶ長く経ちましたが、引き続きモチベは高いです。あの、普通に金曜王とかも CPU だけやりに来るプレイヤーなので。確かに金曜いるイメージありますね。なんか対戦相手いるか分かんない時でもニュート来てくれて、あの、ちゃんと練習して帰るので、多分モチベは半端じゃないですね。あー、ここはしっかりしてる。今あれ、横尾ちゃんどこ行ってんすか。あ、タイ。なんで、あの、大会に。あ、佐渡あー、ちょ、ニートなのに海外旅行行くとはやっぱお嬢だなあのね、お嬢様だな。あの、タイのタイガーアンパッカットって大会がありましたなるほど。これタイだからタイガーギャグ、そう、ギャグみたいな、そう寄せてんだけど、あの、それの大会出に行きましたさあ、画面、のっけた。タイ勢っているのタイ勢は、ベトナム勢はいる。タイ勢はちょっと聞いたことない。タイ勢は俺もね、タイ勢はちょっと聞いたことないよね。聞いたことないな、ちょっとな。トーナメントも出ててね。ああ、勝ったのは、失礼する、タマコンです。じゃあ次、クニがちょっと遅れてるので、俺とチョキネーダー行ってきます。はい、太平直近で。タイ勢はちょっと未知数すぎるな。タイ勢っていうか、タイのゲーマーってなんか鉄拳のあの AK でしたっけ。あれぐらいしかわかんない。あれ AK タイじゃない。あ、ブックか、ブックだ。あ、AK はあれか、フィリピンだっけ。ブックだ、ブック。そんぐらいしかわかんないですよね、タイプレイヤーって。さあ、大変、ネクストウィークになってしまうのか。さあ、タッタがタクスピア取って、大、おっと、うまい。これはお見事。今のはうまいっすね。うまいっすよね。今だって大タックル大タックルで低めで EX サックル言ってましたからね。これは大平さんらしからぬ。あー、ブロブロ。これはカサテリグラップ。いや、大平さん最近なんかダッシュ投げグラップするんですよね。どういうことなの。今まであんなん絶対食らってましたけどね。すかしジャンプコパンという謎の連携を出して、さあ、ここは投げて端を大事にしたい。すごい、全部当たる。さあ、これは大変だ。ネクストウィークやってしまうのか、いきなり匂うぞ。さあ、勝ってもシンタ投げて、ここ跳ねない、足払い。あ、これは痛い。タイさん、あ、三発フィシが、ここは中盤を置いてあった。さあ、タイさん、ゼロ回戦突破です。さあ、じゃあ次が右下行こうか。ニームと小沢さん。ニーム、あ、ニーム、 Today's tournament、 いや、小沢 VS 小沢。ワンツースリー。A name, only one character in FT1. さあ、ニーム登場です。現状多分アメリカで、現役でバリバリやってる中ではトップクラスの件やった感じ。ファイブスタークラスで。フランキーはアメリカ。フランキーもアメリカです。フランキーもイメージあるね。フランキーも強いね。さあ、そんなわけで、なんか10日間ぐらい日本にいるということで、ちょっと遊びに来ました。小沢さんも結構いますよね、結構やってる。小沢さんもね、あの、ビギナーズ枠でやる気勢ですね。一生懸命、あの、聖地の練習とかをシーフィールやってるのを見てます。さあ、だからね、かなり落ち着いた剣なんだよね、これ。そうですね。さあ、差し込んで動きがなんか、フレームチックに動くのに、たまにカージャン勝利とか打ってきて やってくる、あれも思い出す。なんかね、幅がすごいんだよ。わー、こういうのね。こう打ってきますねさあ、まずはニーム。
いや、前からとも含めてね、あの相当強さを感じる剣なんですけど、さあ今日はどうなんだ。あ、引っかかっちゃって、さあ亀足投げる、はいはい、どう確認してるか、どうしゃがみくらい、まあ、今あーなんかしかったけど怖い怖い怖い、あんまゲージがなかったからまあ美味しいね、いっちゃえみたいな、ね、勝ったのは2分。じゃあ次国を一回飛ばして左上からいきましょう。タマコンと CKD、 オッケーオッケー。さあタマコンとなんだっけ、CKD、 もうクリムゾンカイザードラゴン、クリムゾン、え、クリムゾンカイザードラゴンね、カイザードラゴンね、あの試合やってる間は長いからもう全部 CKD にします。パキスタンは鉄拳、そうですね、強豪国になっちゃう、なんかね突如としてね、あ、鉄拳はそうですね、うん、もうバゲモンいっぱいいますわ。いや、タイ勢は聞いたことないんだよな、トーナメントですって見たけど、あのエボ本家とかに行ってるプレイヤーは何人かいたけど、ああその海外から来てるプレイヤーもいるってこと、いた、てかね、ジャスティンがいる、あ、ジャス推しはどこでもいるのよ、ね、横バサスジャスティンがありえるから横バサスジャスティン、はい、ちょっと夢の対決の可能性がある、令和っすね、令和の、さあ中鉄当たって、これはあーエクチェッパか、あーバラで時間稼ぎね、なるほど、まあ、今多分暗転で多分勝利になっちゃったのかな、あーなるほどなるほど、まあ、EX マシンかの方が当然で、あの、まあ、時間稼ぎですね、はいはい、投げ投げ、あー谷からコーク、さあ終わってしまうか、クリムゾンカイザードラゴンなんかクリムゾン勢いるっぽいよ、コメントにいるからこの名前3回目ぐらいなんだけどね、クリムゾンのファンできたから、さあ中大ポンからテンパルヒーローウィン、あとと、いやーテンポ天使裏手に一生、裏手にしゃがんちゅうに一生取っとく、なんかセットプレっぽい、いいですね、わー裏回りだった、惜しい、あっとやれ、ただダドゲージなし、ガードしてる、ガードしてる、ちょっとダートは多分ガードがそのまま入っちゃったあ、大変、あ、これはコンボマン、あいいお返しでした、切ない顔しますお上手、最後は頭コント、じゃあラーハルト VS クロコダイン、さあラーハルト選手とクロコダイン選手さあ大の大冒険ここでぶつかってしまう、笑っちゃう、まあどっちかってやっぱクロコダイン負けるまあね、うん、ストーリー上では、ね、ストーリー上ではちょっと勝てないんですけどちょ待って、これどっちがどっちだ、1P 側がクロコダイン、2P 側がラーハルトです、そうですね、はい、ややこしいなさあラーハルトがあ、9、いや、クロコダインが9、クロコダインが9ですね、ですね、ラハルトがユンと、タフさをアピールしてるんですから、これは、ね、さあ、そのキャラランク的にもやっぱり大の大冒険の原作通りぐらいのずいぶん格差あるよ、それはそんなにあるそうっすね、まあ、この下にいるのはそう原作通りだと、この下にいるのがネズミとかそんぐらいですかね、ネズミと、まあまあね、だいぶパンピー感出るけどね、さあどうなるか、だいぶこれはラーハルトが強いぞ、さあやっぱりクロコダイン名前の通り受けて返すスタイルなのか、あーくぐっちゃったコメントにも書かれております、原作だとワンチャンないといやでもあのなんだっけ必殺技の五条みたいなやつある、あー中央快進撃中央快進撃さあゲージ中央快進撃のゲージを食べたい中央快進撃あるでしょうか、ありますかねこれ、はい、ゲージあるぞ、さあ準備はね、あっと、あー出ました、中央快進撃ドンあー入んない、あーまずい、倒しきれてない大丈夫かこれは、やばいぞこれは、やばいよちょっと、わおーヨーが落ちた、おおこれは投げるあるのかこれ、あるかもしれない、あるのクロコダイン、これはクロコダインあるのか、ね、名前のなさが半端ないんだけど名前的にさあ11ですが、おお見てる管理職、魔王軍の管理職あこれはあやべ、中央快進撃決まって、どうすんの、さあラーハルト、ラーハルトはどうする、しぶといが崩したい、ラーハルト崩せるか、しっかりガードしてる、危ない、あっと投げて、クロコダイン受け切った
ラーハルト落つクロコダイング勝利だよこれじゃあ次がアツオとフレイザーのあ、でも国先にやった方がいいんじゃない。あ、まあ国ごめん、国先にやろう、ごめんごめん、国先にやるわ、国来たから。国ぶっぱ、はい、今日一先です。さすが、さすが主人公パーティーで主人公補正、主人公補正入った。いや、獣王快進撃2発はね、いやーさすがの、さすがのなんとも獣王快進撃を2発は耐えれないさすがにあのアーマーじゃ、あのアーマーでもさすがに2発はきつい。さすがにきつかったか、一発までだね。鎧の魔装でも受けきれなかったか。さあ、ゼロ回戦先に紹介します。クリが来たの、こんな、はい、大の大冒険知らない人いたら何のこっちゃ分かんないよね。今日は分かんないけどこの名前のやつが全員落ちるまでこれ多分しばらく続くわ。なんだよ、ちょっと俺もなんか違うのをしとけよだったな思ったより盛り上がっております。思ったより盛り上がってるからないっぱいいるぞ、いいの。いや、まあ確かに。さあ、画面はさあ、ぶっぱだいぶだいぶ、勝ってたんですけど最後中国語でビヨっちゃいました。ネズミなんだっけ名前。ネズミ、うん、ネズミの、あーあー、ね、なんだっけあいつ、なんかバームのあれでしょ。そうそう、一応あれクロコダインのなんか師匠みたいな。ね、キュウソクルクル剣だけ覚えてなんだっけあのネズミ。あ、チーフだ、チーフチーフだ、チーフチーフでしたね。これはまずい、残んないよね。残りません、勝ったのはクリー。あ、コマさんありがとうございます。じゃあすいません、改めてアツオ VS フレイザードです、はい、さあメドローアを使えるフレイザードですよこれ。まずいまずい、メドローアを使える、世界が終わる。さあ生まれたてのフレイザードじゃなくてしっかりとこれはね炎と氷両方を極めたフレイザード、魔界の奥深くで修行を積んだフレイザードですねこれはさあアツオ焼かれずに凍らされずに耐えられるでしょうか。アツオはさっき、あれ、あれ、これ獣王快進撃のこれは色的には獣王快進撃、クロコダインの色しますけど、まあとりあえずあの何炎っぽい赤ということで。さあアツオが焼かれるかどうか、他がかわす、赤は狙わない、欲しい、いえ、だいぶ防御力上がってますね。さあ投げて、おお、いい筋肉、いいっすね。さあ、そういいぞ、動きは。砂糖を出して、これはさあ、回収ゲージが止まりましたメドロワゲージ、メドロワスからね、これ。あ、これはメドロワ、メドロワゲージが違う、色でまぐったわ、ごめんごめん、メドロワゲージが溜まって、さあ、これは、あつおー、リバーサホッカ、心の隙間あらららら、やっぱメドロワを意識ばっかしてたら、さすがにやっぱ違うの飛んできますよ。名前忘れたんだよな、自分が粉々になるやつあとあれじゃない、あの5本の指から出すやつ。あ、フィンガーフレアボムです、それはそれはフィンガーフレアボムです、はいこれはあーっとーメドやられちまったー、メドローは決まって、あらららら、下がったな、フレザード消し飛んでしまいました、アツオ。はい、じゃあ次、クニちょっと一回、じゃあクニ行くか、やっちゃうよ、やっちゃうか、うん、ノアクニ、ノアクニ、クニ負けたらただのクロコダインしたからね、色的には今日のこのフレイザードは修行したという体なので、もうメドロワが使えるんです、はいはい、クニ、あ、いた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 。さあ、海外勢も応援しておりますフィンガーフレアボムズだよフィンガーフレアボムズです。ポップがやった時は魔力が足りなくて3発しか出ませんでした、はい、生まれたばっかだから、ね、生まれたばっかだしょうがないねさあ、ノアさん、この間飲み行ったんですよ、一緒に。あ、そうですか。フランス勢と一緒に、なんとですね、23でした。 23? わっけーと思ってタイタンの倍ぐらい、やめろやめろ、そこは言い過ぎか、細かい数字を出すな違うけど、近いからやめて。近いね、でもね、近いよね近いからやめて。だって、サードがもうだって生まれた年ぐらいじゃん。サードより生まれが遅い。そうっすよね、はい、さあ、先日までいたね、もう多分、もちもち帰っちゃうんですけど、フランスでの、ザコっていうユーと一緒に来てくれてるプレイヤーなんですけど、すっかり今サードにハマっております。でも海外でサード結構人気っすよね。フランスは今めっちゃ人気だ、ね、めちゃくちゃ人気っすよね。
まあその去年も今年もだけど日本人ちゃんと招待して大会やるようなとこもあるし、人口がなんかすげえプレイヤー人口が多いイメージが多いね。ちゃんとなんだろう、ずっと脈々とやってて参加者増えてるコミュニティが多いのでなんですが、国相手はきついか、厳しい、厳しい、勝ったら国と。じゃああれ、タイさん、なんで俺負けたことになってんの。タイさんが、なんでタイさん負けたことになってますよ。じゃあ俺とシンタです。さあ、太平シンタで。さあ、これでタイさん、シンタをイラつかせたら勝ちですよ。まあ負けっすよね、大体負けなんで。今日はシンタ剣、差し合いスタートのダッシュ投げ、トス、足払い、進行しが強い、さあ軸車、画面端ゲット、ダッシュ投げ、さあリ、さあ同じ行動を2回食らう、鋭いぞ、これは対戦ガードしてる、うまい、あれなんか、いよいよ1位ぐらいしかなかったんだけど、赤い、さあ手前、地獄車残るが、あー、タイさん思わずクソと。読みは良かったんですけどね、ドリブル、なんだ、肘打ったか、グラップして、さあ早いよ、速いぞ、死んだ、スピードを出すと対戦をついていけない、さあめっくり、これは運がいいが、さあ体育肘はめて、はめれるのか、投げてタックル、残る、なんかサイズ出そうぞ、サイズが出そうだが出ずに、あっと、なんとかなった、あっかもね、さあ大豆さんしっかり、あーさすがに上がないか、さあ中大波動陣内決まって PA 攻撃力かけて、さあ赤羽、赤羽効かず、投げて、さあこれ何回も食らってます、こらうまい、大豆さんやり込んでる、あーダメですね、あーまあまあまあさあ大変さんネクストウィークということで、1回投げで読み合ったけど2回目シナリーったら普通にブローられましたいやまあやる、行くしかなかったね今のね、まあまあまあ、はい、アナゴゾシマ、さあアナゴさんとゾシマ、ああそこにいるわ、はい、ネクストウィーク、はい頑張ります。最近あれ大変さん赤羽バレてんじゃないですか、みんなに、赤羽バレてますよみんなに、なんか機能してないですよあんま最近、そろそろ浸透しきったじゃん、ジャンプジャッケから肘っていう逆タックがなるほど、ついに、ね、打ち切り肘っていうのをそろそろしない、新しい赤羽、そうそう裏タックを浸透させる時期が来ましたね、そうそう、赤羽もやっぱ何種類かあるんですね、あ惜しい、ドシマオロどこ、あのねドシマちょっと最近あの言うんで煮詰まっちゃってるらしくて、オロにキャラ替えしたいらしいんですけど、やめた方がいいよって言ってるんですけどね、煮詰まんの早くないですか、はいはい、ちょっとね、最近なかなか煮詰まんないですけどね、最近ちょっと伸びしろが、あのちょっと自分の中でなんかね、ちょっと怪しくなってるくらいで、だいぶ今、伸びてる最中だと思うんですけどね、こっからですからね、ただ、ユリアン、本当にやっぱ、あ、そうなんですか、あのこの間ツイートで、ユリアンってツイートしてて、でツイートしてて、トクラさんと一緒じゃないですか、なんかね、あのちょっとね、今課題みたいです、あ、うまい、あ、投げて、暴れてくる、うまく暴れて、あ、いい反撃、
スターしっかりダメージ取って1キロか。あー大変です。ドッシュ投げ一気に攻めに行く。あー運がいい運がいいやっぱ赤は運がいいのか。しかしこれはユリヤマゲージハックなの。さあディフェンス使ってく、はい、さあいいハゼッションかハクテハクテあるのかゲージ溜めれば。あー危ない。だいぶ追いついてよこれ発動したら。あっとうまく拾って頑張った。落とさないこれは頑張った。お見事これはお見事ですね。ちゃんと拾い切りましたね。じゃあ私行ってきます。はい行ってらっしゃい。猪之助カナイです。はい今日はカナイ名義です。ああいうの落とさないのがねなんかユンの連動って感じしますよ。なんかわちゃわちゃっとした時にちゃんと安定させるっていうのが。さあレッツゴー五島と海外勢も応援してます。ただ五島次知ったらだなさあ猪之助さんの応援も来てます。ユン・イブキ猪之助さんはおなじみ、さあユン・イブキとなりました。投げて。おっとっとこれは一言やばいと声が聞こえましたが、あの鎧同士の前に普通にイブキがピオラしてましたね。あのここでも聞こえましたこれは。さあそして大爆発しっかり画面端に拾ってくる。もうイブキ相手にも古木しっかり入れていく。セッションも入って投げ暴れ前歩き投げにしてた。うわあ違うセッション拾って膝つむじ前チョキ。さあこれ匂うよ。うわあ怖い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 この状況体力溜まってるとねあのリヒサルが半分弱ぐらい半分ちょいぐらいになる。あっ A ダッシュが減ってる。開幕5割あでもユンの火力も十分です。あー崩れてこれが痛えんだ。暴れてきてさあどうする切り返し。さあ息吹がゲージためならちょっときついと思うのでなんとか通常技で忍びたいところだが。おお暴れてる軽き投げ鉄さん落とさない鉄さんでした。じゃあ次ブルーとニーム、ブルーさんとニーム。あのねいいやばいなってネクスト言うかと思ってた1ラウンド目のやばいはあのすごく自然でよかったですマジで漏れた声だったからさあ次がタマコンと、いやいや右下右下ブルーさんとニームブルーさん。さあちゃんとアメリカスタイルですね。ワンツースリーでじゃんけんしてます。ワンツースリーで、はい、ちなみにアメリカねワンツースリー派とワンツースリーの後に出す派と、あーちょっと読み合いがあるね。読み合いがあるマジめんどくさい前パチカスでしたっけ、ね、いきなり何の説明もなしに、はい、最初はグーってこうなんか海外勢にそれはねハメハメ完全に何のこっちゃ分かんないいい加減ですよさあブルーイブキバーサスニーム系ニームは、先ほどゼロ回戦抜けてきたの でこの2人、結構昔からあの知り合いだったらしく。あそうなんですね。ブルーさんが遠路はるばるニームに会いに今日来てくるという形で大会でまさか当たることになる。剣息吹ですが後ろ投げ投げて中大昇流埋めるとこ埋める。これは手出していない。なるほど。あこれはあ痛い大パンで拾う。なるほど。ハード剣さあ緩急織り交ぜるって感じですね。最後のちょっとチェンジアップがやろうかチェンジアップがありましたね、はい、さあラウンド2うまい。あれなんか弱小流だけだっけ確定確か。マイナ4とかなんだっけ。投げがビタとか1とかそんなんだよ。ほとんど猶予ない。これはしっかりしてない。さあ人間性の浮いてる人間性の高さはの垣間見えますね。しかしさあここで打ってく打ってく恐竜陣内お見事打っていく。さあ2部剣再び勝利で次お前とだよはい次、タマコンクロコダイン
タマコン VS クロコダインです。さあクロコダイン、先ほどね、はい、中央快進撃、中央快進撃が炸裂しましたけど、あ、ちなみに、両手で出す方は中央激烈症です。そう、あったっけそんなの。あ、そう、最終的にね、左手でも出るようになって、両方で繰り出すバージョンアップ技が増えました。一応原作でも進化してたんですね。あ、してました、はい。さあ快進撃だけでかけるのか、激烈症が出るのか。タフさが売りすからね。クロコダインは何つだった。まあそう、ある意味キュウにふさわしい。まあ確かに。さあしかしラド相手に BA はかなりしにくいですが、ここはどうなるか。あ、運がいいぞ。これは飲まれなっちゃった。おじゃあ悪魔種ってる。投げて、投げる、待ってない。わあ、いい位置でしっかり胴投げ。これは快進撃残るかな。あ、入らない。あー、緊張ケビンター。これクロコダインいいっすよ。クロコダインまさかの上まで行くのか。これね、クロコダイン勝つと次ね、クレイザードが勝ち上がる可能性があるので、クロコダインとクレイザードもクロコダイン負ける感半端ないんだけど、チキズラだけ見ると。さあ画面はさあちょっとタマコンが攻めあぐねっている感じか。クロコダインのディフェンスがいい。あー、これはかすがって、あ、安っ。3発はやべえな。おっと、今度はさすがに入るか。さあこれどうする。快進撃あるから怖いよこれ。おお、バックステ送ったけど落とす。なるほど、ずらしてきて投げる中段。あ、重なった。いい、狙ってましたね今。中段がしゃがみで入るとそのまま快進撃になる。さあファイナルラウンド、俺アレック使ってカラミティ、うん、なんだっけ。アレックで、そう、カラミティエンド、アレック使ってカラミティエンドやるよ。これね。もうカラミティエンドはもう大魔王バーになっちゃうから、ここ格がもう全然上。あー来たー。さあ中央快進撃、快進撃、クロコダインベスト4進出。じゃあクレイザードとクニです。でもユリアンあれ持ってるじゃないですか、なんか壁、なんだっけ、ん、壁、うん、ウォー、なんとかウォール、なんだっけ、カラミティウォールか、カラミ、そう、カラミティウォールと、カラミティエンドと、カイザーフェニックス。あ、そうそう、だ天地的の構えから、いろいろ出してくるわけですよ。天地的の構え。さあ、そして、色は一緒ですけど、こっちは炎の赤です。グレイザードバーサスクニ。さあ、さあ、これは、ある意味フレイザードなので、炎と氷とで、電気が三属性揃ってしまいました。これはどうなんだ。連突だとちょっと電気使いにくくなるんですけど、そうですね、抜けてきますからね。しゃがみダイパー、マイブロ対策ですね。わあ、竜巻フラーって絶対食らわないマン。これは勝利にならなかった。バッチは届いてる今。あー、なるほど、削りですね。ギルを使わない。ギルはダメです。ギルはね、完全にフレイザードですから。完全ならフレイザードてか元ネタフレイザードなんじゃねえの。確かに。大会でギルは禁止です、はい、さすがのフレイザードもレベル4。中断。かかんないな。これはレッドと入って。さあ、PA。うん、マジか。どうし、どうし。フレイザードあるのか。あ、なんかすげえ見事だ。重ただった。うわあ、マジ。すごい。差し返す。あっこからまくり返す。さあメドローは準備してみるのか。これは、あ、怖い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 。今メドローあった。メドローはでもあれ腹部じゃないですか。あ、まあそう、これはフィンガー、なんだっけ、フィンガーフレアボムですね。さあまずいぞこれは。これは厳しい。あ、でもかなりちょっとフレーザーのきつい。ああ、まあ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 、クイック取れないんでね。あった、これは。あ、見送ってる。残らない。ワン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 オン。あ、あー、いい。フレイザード破れる。勝ったな国。じゃあ新田戸島、新田戸島。さあ
今のはバギークロス。バギークロス。バギークロス。ライデインとバギークロス。ライデイン。うるせえな今のも。クロコダインが残ってクロコダインが残ってますね。あのネームバリュー的には最も弱いのが残りましたね。さあ、トッシーバッドシーターです。勝った方がベスト4進出。あ、うまい。歩くテンポがスムーズ。投げて。持て。投げをメインに立ち回ってくる。ぶっ込んでくる。これは繋げてる。もういいこと。あの中足立ちくらいだと何が繋がったっけ。小足かしゃがみ中盤。そうですね。しゃがみ中盤の方が一くれかな。あの猶予がないのかな。はいはいはい。この辺もしっかり繋いでます。お見事だが、これ怖いぞ、シータだと。まあ、弾いてる。この芸にも剣だと柔道ありますからね。普通にあるからね。さあ、蹴っちるのか。まとわりついて、画面端。あー、立ってる。うわー、マジ最初、バックステル綺麗にかわした。やばい、今。グラップして。あるのか距離奥。あー、だった。これはちょっと意識の外か。重く打ち切り。さあ、ラウンド2。これは当たっちゃうんじゃない。 PA で、あー、突っ込んできた。さあ、動いたところしっかり。つなげて。まあまあ、やむなしか。はい、着地しっかりかくらしたか。絶望は漏れちゃったかな。投げて。下頃投げ。投げて。あー、ユンゲージないときついぞ、これは。地獄。さあ、使いづらい。どんならお仕置きだけど。でも体力差はそんなにない。あー、これは、これは。あー、10勝で削りに行った。なるほど。なるほど。下がったらゾッシー。まあ、じゃあ、カナイに行ってらっしゃい。ニム、あ、いた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 。さあ、先ほど、カナイユンだったのでユンケになりますね。再びユンケ。さあ、西川クラスのユンとニームの時にどうなるか。これは結構面白そうな対戦。TC ダイヤシ TC。 マエステが早い。ダメ足。わー、今裏返りしてましたね。ダメ足オールバッカード。デモテジンから大パンループ。デモテジン2勝。テツは裏当てシャーガー中2勝。さあ、2分これ最後落とす。わー、着地で中足。ま、一気にダメージ取ってきて待った。中足もってもしっかり我慢した今。あー、しかしこれは一文字の疲れに幻影確定してしまった。さあ、まずは西川。あ、じゃあね、カナイ。もう分かんない、これは。決め顔すぎるとバグる。ジャンプティシー。ほぼこう当たらず。中台。後ろ投げ。ここは中盤じゃない。さあ、マックスで混ぜてきたの、気づめ。なるほど。デモ前進2勝。テツさん緊張系台形当たんない。これはあー、割れてくる。裏回りから絶勝。これはバンジキュースか。あー、勝ったのはカナユン。はい、じゃあ準決勝、クロコダインクニクロコダインクニです。クロコダイン、クロコダイン決勝行ったらこれはちょっとすごいっすよ。あいつ急に2連戦になるの。そうね、フィンガーフレアホームセンターじゃん。こっちはクロコダインだから選びづらいっすね。まあまあ、中央快進撃やつ選びづらいっすね。まあ連突になっちゃうね。激烈調じゃなくて快進撃です。竜の口竜の口やばい。バラン、まあ、そうね。さあ、ここは PA 一回入って、おー、いいの。あー、逃げ切れない。ずらしてくる。これはレベル4ですね。さあ、追撃がしっかり重なる形。うわー、きっちー。
ジャンプ中盤張り付いてバックジャンプ台形、これは厳しい。ギガスラッシュ使ってくれますよね。ギガスラッシュじゃないか、あれバランは。バランはギガブレイクです。ギガブレイクね、はい、あ、しっかり立ってる。画面足を優先、ガードジャンプうまくくぐるが、ジャンプだけ。これはしゃがみに入っとられんの。いって減る減る。これは快進撃ですね。あ、これはダズらしくてやぴよっちゃうね。あ、むずい。ちょっと割っちゃったか。あ、かわいい。これは難しい。クロコダイン、どうする。クロコダイン遅らせてきた。ラウンド持ってた。最後でもバギクロスやったんじゃない。最後バギクロスやったんじゃない。バギマン、やべ、ランク下がった。バギマンやった。じゃあゾシマカナイいってらっしゃい。はい、じゃあ 1P がゾシマ、 2P がカナイ。まあカナイ久々の水曜大会で優勝狙えるとこまで来てますけど、これはゾシマの幻影。あ、そしてカナイのターン。こう倒しきりまで行きましたね。カナイの投げが通って体形、うわ、しゃがみ中盤決断で潜りましたね。痛い痛い痛い。さあ、これは大パン重ねる。カナイが勝って、いや、決勝戦がクニカナイ。さあ、かなり久々のシングルでの対クニ。一先ですからね。さあ、まずはクニが大パン大パンで、さあゴリゴリいくスタン。さあ、まずは国が瞬殺。そしてゲージもマックス。これはちょっとかなりまずいぞ。でね、あっ、ショーケーで止めて、銀エジン全部入って、もう一回前方、あ、届かなかった。これは痛いぞ。拾っている、まずい。あ、このなんか大の大冒険シリーズで盛り上がってたのは何だったんだっていう。いや、名前変えたくなかったよ、本当。結局国が取ってしまいましたね。偽名はダメですね。クロコダイン惜しかったけどね。惜しかったね。まさかね、クロコダインが残るとはね。